今日は2公演ありがとうございました。特にねねちゃんの生誕祭もそうですけど、普段ねお話しすることが多いソノさんの生誕祭に出れてめちゃめちゃ嬉しかったです。今ソノさんの可愛いお顔がここにあって幸せでした。ナノピーしょしょよいしょ。見てた方も多いんじゃないかな。なんか昼夜生誕祭だったけど、2つともガラリと雰囲気が変わってまた違った生誕祭でした。あいさ、明日は墓誕生会らしいですね。今は誕生日終わっちゃったから関係ないんだけど、だから公演お休みらしいです。公演お疲れ様でしたらって、お疲れ様でした。でもね5時から始まったからね、早く終わったんですね。早く終わりました。ねやめむで見てました、ありがとうございます。何の話をしようかな。お手紙出してきたけん読んでね、だって読む。あ、そういえば最近お手紙もらってないですね。明日聞いてみよう、今のお手紙ありますかって。りのちゃんって聞いてみよう。ラバちゃんじゃないよ。予期せぬ一番に戸惑いました。あー覚えてます、めっちゃ夜公演のかな。そうなのです。りのちゃん起きておはよう。りのちゃんでももう寝ちゃいそうだわ、終わったら。でもね今日ラーメン食べちゃったの。家帰ってねお好み焼きを、やっぱねお好み焼きそんないっぱい食べなかったの。そう食べなかったから、あれなんだけど食べちゃったの。なんかやば、こんなにカップラーメン食べたいってことないかもしれないってくらいめっちゃカップラーメン食べたくなって、でもう気づいたらお湯を注いでて、で食べてました。美味しかった。何ラーメンだって気になる方はりのりのりを見てください。なんかさあんなに美味しいんだなと思って、なんかしかも夜帰っていたの8時くらいに食べるカップラーメンがめっちゃ美味しくって感動してしまった。でなんかさ作って3分待つ過程すら楽しくって、なんかこの時間に食べるラーメンの美味しさを知ってしまったらやばいかもしれないってぐらい新発見、本当にマジで新発見、めっちゃ美味しかったんです。久々に食べたかもカップラーメン。あ、この前食べたけど周年の後になんかもう食べちゃえってなっていろんなもん食べた時があって、それ以来かな。あいも公演後にラーメン食べてきたよ。なんで今日公演ありがとう、見えてたよ立ち見でも。やばい中毒性がある。でも今ね一蘭っていうお店のラーメンが食べたくてたまらない。かゆいよー。
韓国料理屋さんに行った。韓国料理最近好きなんだよね。リノビビンバが美味しかった。このビビンバ美味しかったから、今は、スンドゥブ、スンドゥブが食べたいです。昨日夜中の1時にラーメン屋行ったら並んでてびっくりした。行ったの？その帰りで、そのノリで行ったんかな。なんか足が痛いな。よいしょ。やっぱ中毒性あるんだよね。絶対そうだよね。カップラーメン食べたくなるじゃないか。ダメだよ、食べたら。この時間もうリノのショールームでお腹いっぱいになって寝てください。そのままで、他のルームに行かないで、そのままどこいせ寝てください。お昼にスンドゥブを食べました。いいなぁ。でも今日リノも美味しいもの食べたんで良いとします。こんばんは、こんばんは。本当にね、なんか癖になっちゃうかもしれないから怖いけど、めちゃめちゃ美味しかったんです。8時。でもね、もっと遅い時間食べたら、多分もっと遅い時間に食べるたびにもっともっと美味しくなるんだろうなと思うしね。なんか思う、めっちゃ思っちゃう。うん、もちろんさ、何、朝になったら後悔するのは増えてるかもしれないけど、めっちゃラーメン美味しかった。今お湯を沸かしてる。だってもうそれはラーメン気ですね。もうそこのお湯を沸かすところまで来たりとか、ラーメンのこと考えたら多分もう食べてしまうのでダメです。うん、でも久々に食べた。ポヨーンだって、ポヨーンお昼にラーメンを食べた。でもラーメン屋さんのラーメンも久しく行ってないので、ラーメン屋さんのラーメン食べたいな。ありがとう、ゆき。こんばんに、ゆうちゃん。こんばんは。森のもお風呂に入ったからね、それだけが偉いですね。ど深夜の一蘭は行ったことがあるよ。だって、一蘭食べたいの。一蘭のあの赤いのが好きなんですよ。赤いさ、秘伝のなんとかみたいな。ありがとう、雪だるま。あれが好きだから行きたいな。東京純豆腐っていうの、そこスンドゥブのお店でしょ。そこのお店のスンドゥブがね、確かパルコに移転したんですよ。イムズのパルコがなくなって、あ、イムズのそのスンドゥブ屋さんが確かなくなってパルコに移動したんですよ。だからパルコの中に新しいお店がいっぱいできて、だから行きたいんですよね。うん、あなたに塩味サラうどんを作りました。本当にそこにカップラーメンがあったら食べちゃう。だってだよね、リノも絶対食べちゃう。もう今日は食べないけど今日は食べないけど、あ、それその純豆腐でスンドゥブって読むの恥ずかしい。あ、それでスンドゥブって読むんだ。韓国語むずい。その純豆腐って書いてスンドゥブ？そうなんだあ、東京スンドゥブって言うんだね。あ、なるほどなるほど。ふむふむ、だってふむふむ。あ、そうなんだ。あ、そう、そのお店に行ってみたいんですね。あ、推しドリンク飲めた。めっちゃ忘れてた。
来週飲もうかな公園いっぱいあるから、来週推しドリンク飲もうかな。熊本ラーメンのマー油が美味しい、あそうだね、推しドリンク今日飲もうと思ったんだ。2公演頑張るためにさ、飲もうと思ったんだけど忘れちゃった。でも韓国語は日本語と漢字の読み方が似てる気がする。あそうだね、わかるわかる、確かに確かに。どうでも、ジュンってどういう意味なんだろうね、そのものの豆腐って感じなんかな。確かにさ、スンドゥブの中身はお豆腐入ってるもんね。うん、あ東京スンドゥブ食べたーい、まだ行ったことないんです。でもスンドゥブって中に何が入ってんだろう、お豆腐とお肉が入ってんのかな。お腹いっぱいになる。こんばんは、こんばんは。スンドゥブは思ったよりも味がないと思う。え、本当に辛くないの？辛いのかと思った、辛いのかと思った激辛。金曜日に推しドリンクを飲みます。みんなも飲みたい。金曜日ってリリー公園出るっけ？に来週2回ぐらい公演あるんですよね。よろしくお願いします。ソノさんの、あ、日向さんの生誕祭と、あとはいつだったっけ、月曜日に日向さんの生誕祭で16日にあれかな、普通の公演。よいしょ、もう15分経ったの？どこいせー、おめでとうございます、ありがとうございます。おいせありがとうございます。612日だって、ありがとう。最近はね、こうやってなんかここの壁にくっついて配信することにハマってます。遠く感じるかな、ちょっとごめんね。こんばんは、だって。あら、でももう39分だよ。じゃあ50分に終わりにしよう、みんな。で、50分になったら終わりにして寝ましょう。あと10分、ありがとうございます。あと10分、明日はリノお休みなので好きな時間に配信したいと思います。何時にしようかな。この前金曜日にロビーで飲みました。寒いよね、ありがとう。スンドゥブはお豆腐のことで、料理的に正確にはスンドゥブチゲ、チゲ。あ、そうなんだ。すごい、辞書みたい辞書みたいに教えてくれる。スンドゥブチゲらしい。ぷっぷぷぷぷぷぷよんぷよん、ありがとう。明日は何にもないから、アラームを設定せずに、あ、最近ねりのね、ハマってることがあってね、最近ね、ヘイシリにね、話しかけることにめっちゃハマってるの。ヘイシリ、今の時間は23時よ、ほらとか、めっちゃヘイシリにね、話しかけてね、話してお話しすることにめっちゃハマってるの。アラームとかも
設定したらやってくれてね、お話ししてる最近ヘイスニーって、ちゃんと読み取ってくれるんだよ。え、最近すごいのがアラームを鳴ってる時にアラームを止めてって言うと止めてくれるので、それがすごくって、最近はヘイシリアラームを止めてって止めてもらってる。でもね、眠いからさ、寝てるじゃん、こう寝てるから寝ててヘイシリってなかなか言えないんだよね、難しい。それはまだなんか勝手に携帯手を止めてスクショとかしちゃうもんね。うん、なんかさ、言うんだったら寝ちゃうくない、わかる。そうそう、でもさ、この前さ、返事に目覚ましを止めてとか言えないし、寝ながら言えないから、そう、起きてる時は使うんだけど、この前お家の中でどれだけ遠くまでヘイシリが使えるのか、一人でやってたら意外と遠くまで使えるの。リビングとかに置いてめっちゃでかい声でヘイシリって言ったら、ほら今も反応してくれるんだけど、意外と教えてくれて、ここまでは使えて、あそこまで行ったら使えないっていうのを一人でやってた。楽しかったけど。寝ちゃう。でもいいの、いっぱいアラーム刻んでセットするから大丈夫。でもアラームすごいんだよね。いつもだいたいスクショしてしまうんで。あ、でも今日の3分ラーメンを作る時もヘイシリに頼みました。ヘイシリにラーメンを作ってって。お探しの場所が複数見つかりました。あ、びっくりしたびっくりした。何でもかんでも声を聞き取っちゃうから、困りますね。確かこれをね、ひじりって言っても使えるらしいのよ。ちょっとやってみたいなと思って、いつやってないけど、ひじりって言っても使えるらしいよ。両手が塞がってる時に、タイマーは使う。あ、リルも今日使った、確かに。へいひじり、ほら使えるもん。へいひじり、へいひじり、今何時？あ、ダメだね。へいひじり、これ一回できたんだよこの前。へいひじり、今何時？へいひじり、へいひじり、今何時？23時45分。ほら反応したもん。なんかひに力入れたらできるのかな。へいひじり、多分ね。へいひじり、俺ね、ボケちゃうとね、一時期話題になってめっちゃしてたんだけど、使えるらしい、ひじり。そう、早口言葉も言ってくれるで。だって「へいひじり」「へいひじり」「早口言葉言って」「はい、やってみます」「たけたけにたけ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 誰だ」「よし、かまずに」すごい、ひじり、ありがとう。ありがとう。喜んでいただけて私も嬉しい。ほらすごい。おやすみ。おやすみなさい。いい夢を。ほらすごいよね。そう、ひじりんご、はいさいって返事。そしたらね、完璧なんだけど、すごくない？ひじりが答えてくれてる今日。すごいね、ひじりすごいよね。早口言葉初めて知った。
運勢も占ってくれるんだって。あ、そうなんだ。ちゃんとおやすみって言ったらおやすみって言ってくれるし、なんかわからないときはちゃんとすみません、わかりませんでしたってなんか謝るんですね。なんかそういうのはなんかこう人間すごいなと思います。ちゃんと謝ることはちゃんと謝らなきゃって。発音が似てますからねってね。すごいよね、最近そんな面白いのを見つけて遊んでます。結構忘れちゃうんだけどさ、面白い。アレクサを使っています。あ、それなんか聞いたことあるな、なんか。いのちゃんの LINE 見ていられ、あ、つらりの LINE 動かさないと、忘れてた。俳句じゃないや、あれしようと思ってたんだ。 LINE を送ろうと思ってたけど LINE を送り忘れてました。だから登録して待っててください。みんな LINE してる？ LINE 使ってます？ LINE 使ってるよって方いたらリノの公式 LINE を登録して。今日は送れないかな、明日送るので。いつも忘れちゃうのだから待っててください。リチリングと早口言葉対決してもらいたいだって。あ、確かに楽しそう。めっちゃ楽しそう。クジラッキーのりさんありがとうございます。ぷよん。ゆうさん雪だるまありがとう。ぷよん。ゆうさんありがとうございます。のりさん、くしだっきありがとうございます。あおいちゃんありがとうございます。ありがとう。たらのさかなさんもありがとうございます。かっつも I love you ありがとう。気をつけて帰ってね。ミラップさんもありがとうございます。あおいちゃんいっぱいありがとう。見てる、ありがとうございます。アイリオパパさんもありがとうございます。てっちゃんもありがとう。え、ピンクだ。ありがとうございます。リバップさんもありがとうございます。よしひろさんもありがとう。ぷよん。あおいちゃん、ラブレターありがとう。かっつん、ありがとうございます。ふれふれ。たらのさかなさん、かわいい、ありがとう。ゆきちゃんもかわいい、ありがとう。ゆきちゃんもかわいい。ありがとう、今日楽しかったです。こんばんは、だってこんばんは。もうね、23時50分なんだって。早いね。ぴょん、終わりにしていい？みんなも眠たいでしょ。あ、そうだ、今日は時間が遅くなっちゃったんだけど、インスタを投稿したので見てください。そうなの、ポニーテールでした。今日はなんかさ、ポニーテールじゃないけどポニーテールでしたったんですね。なのでまだの方見てください。いっぱいありがとう。13位、夏さん、ありがとうございます。12位が橋ムッチ、ありがとうございます。11位が岡も、ありがとうございます。10位が吉弘さん、ありがとうございます。9位が別府のゆうさん、ありがとうございます。8位がビマップさん、ありがとうございます。7位がくじだっきー、ありがとうございます。6位がコムさん、ありがとうございます。5位がプリントーさん、ありがとうございます。4位がコムさん。4位がおかも、ありがとうございます。3位がタルの魚さん、あれ違うぞ、これは4位の方、なんてお名前なんだろう。膝枕さん、ありがとうございます。はじめまして。3位がタルの魚さん、ありがとうございます。2位がてっちゃん、ありがとうございます。
1位がパッパカパーン、カッツンでした。ありがとうございました。ありがとう。星ドリンク美味しかったですか？ありがとうございました。今日はこんな遅い時間にさやったの久々じゃない？配信したのね、久々だったんですけど、もうはというのは、あと8分経ったらパッとなくならないといけないので寝たいと思います。では今日もありがとうございました。2回公演ありがとう。楽しかった。夜配信あって嬉しかった。ではいっぱい寝たいと思います。バイバイ。おやすみはリノに。おやすみは、HMV さんがビス再入荷されたってよ。だってされたってよ。みんなぜひ買いに行ってください。ありがとうございます。おやすみ、バイバーイ。キルヨン、バイバイ、またね。あれ